お、うわ、コーリンちゃんや。コーリンちゃんが相方なんやけど、これは俺が全力出さんと勝てないな。コウさんとかな。まずサントスさんを切るやな。サントスさん切るが目標。お、早いよ。おお、ナイス。ナイス。ずるいって何？押したかったんですか？なんかゼルクさんって一番最初にこのボタンを押した人白って見る傾向ありますよね。そう、ゼルクさんでも僕貨物から走ってってるんで、ゼルクさんが押せないのは単純に足が遅いと思います。持っていく。やめようかな。そんなこと言わないで。こんなこと言わないで。なんすか、初手ボタンが全てなんすか。僕がボタンを押そうとしたのに、こう奪った、夏田さんが。ゲームの上にいなかったよ。アクションゲームじゃないんですよ、これ。理論ゲームなんですよ。はい、さーて、サントスさんか夏田さん、コロさんと議論で詰められるから。いや、持った。早くね、早くに直すな。俺に任せろ。え、おマジ、あ、じゃあ直近だな。キッチンでは見てないです。見てないです、僕も。メイン脇でもないです。あら、目撃情報がそもそもない感じ？そうだね。ないっぽいですね。そうだな。じゃあ、脇精査します。待ってください、待ってください。最後、僕と一緒にいた人って誰でしたっけ？え、誰さんと？かなでさん。あ、ケケユー。誰かが。ケケユーさんは近くで見ましたよ。あれ、コウさんか。え、どこですか？わかんないけど、武器庫のあたりですよね。あ、いや、違う、エンジンルーム。え？あ、いや、そっちには行ってない。あの、エンジンってか、なんかね、あ、エンジンがドア閉まってるところで、あ、奈落さんちょっと見えてるなっていうところが一回あった。あ、最終エンジンだったらクレピーいますよ。最終エンジンですか？エンジンのどちら側ですか？右ですか？配線、左です。え、違う。左、配線。それって最後までいたってこと？クレピーさんじゃない。クレピーさんじゃない。多分僕最後行ったの夏菜さんのはずなんです。だから誰かが変わってるんですよ。ああ、変身してるってこと？あ、でも自分最後の最後で、あの、降臨さんとサントスさん見てますよ。どこでですか？だからその2人は、アーカイブの方で見てるんで、でっかい。アーカイブで、コーリン、はいはいはい、さんと誰でしたっけ？サンドさん。コーリンさん。これ、え、クレピーさん、エンジニアの左にいたんですか？僕、左にいたんですよ。あれ、クレピーさん。左上、配線、見えないと思います。右から来たら。はい、いや、右からじゃないです。僕、コミュニケーションから入ったんで、左に。え？でも僕が、キッチンにいたのって、ハツさんと、カキさんってキッチン入ってきましたよね。いや、入ってないですよ。ここから、あー、じゃあ誰や、浮き子から。キッチン最後に入ったのです。あー、オッケーです。で、2人に見られているので、キルができない上にキルしてなくて、奈落さんって僕疑ってます、今、変身容疑で。めちゃめちゃ疑ってますね、今。あー、どうしようかな。でも奈落さんって他の人ってコミュニケーションの左にいたの僕も見てますよ。僕宿舎前通路から通ってエンジンルームコミュニケーション武器庫キッチンの方に行ってるんですけど、僕がもしモーフィングしてるとしたらバカ正直に1位は大です。うーん、それもそうなんですよね。はい、あと誰をキルしたかっていうところで、まあでも複数人のロックが入るなら早めに釣ってほしいです、クレピーを、という感じです。はい、1人であればまだ。投票し損ねました、申し訳ございません。ほら、つまり、あ、あ、コミソボ鳴らしてる。リンちゃん、リンちゃんコミソボを鳴らす。サントさんや。キルできたらキルしよう、サントさん。さすがに無理か。さすがに厳しいね。はい、さすがにいっぱいいるか、無理か。めっちゃおるやん。めっちゃおる。
かわいいですね。素晴らしい。ナイス。さっき位置を言ってない人、川健さんかな。あ、僕はミーティングで鳴らします。あ、ミーティングで、俺がメイン脇でシャワー最後なんで、まあ僕は死人ないんで誰からも、あれですけど、結局さっきのモーフィングの件はどんな感じですかね、皆さんどう思います？モーフィングって本当に直前でした、なる前の、モーフィングっていうか、あれは、これ僕の見間違いだったら申し訳ないんですけど、最後、うん、そのなる前に松間さんがエンジンルームの左上に入ってた気がしたんですよね、うん、ほうほうほう。で、僕あの鳴らしに行こうと思ったんですよ、うん、で宿舎前に行こうとして、あのと真ん中ぐらいで鳴ったって感じです。うん、そうなったら、うん、その情報正しかったらクレピーさん見るはずですよね。僕あの配線開いてるんで全く分かんないですよ。ってことはもともと最初から入っててってことですか。で夏菜さんのらしき人がそっちに行ったんだったら僕はクレピーさん見えないですね。ああそんな感じでとですとしか言うかな。どうしよう、僕ってどうですか、複数人から疑われてます今。いや正直なんかわかんないとしてて、いや、うん、なんか見切れない気がして、うん、これだ。だとしたら奈落さんロック外してほしい。いや、マークされるなら釣ってほしいです。次ボタン押すんで。マークされるんだったら僕が確実に残されて初手の容疑で釣られるんで。クレピーさんが左上って言ってたらもう、あ、じゃあそれ嘘ついてるじゃない、僕が見てたら嘘ついてるじゃないですかって言えるんですけど、見てないからそんなバカ正直に言われると、うん、あの不利なんですよね人狼側だと。うん、そうですね。そう。でもまあ複数人からマークされるなら次僕がボタン押して。まあまあでもかなでさんの情報でしかないから。そう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 。そうだね。結構まあまあまあそうですね。てか普通にそうですね、ここの容疑を言って多分決着つかないんで、そうそうそう、次の会議からは、うん、違う話になるかな。そうですね、にしたいですね。うん、そう。まあキルマチ。まあちょっと。まあ、街って嫌ですけどね。でも、行かない方がいいよ。ああ、そうですね。そうそうそう。よしよしよし。あとはサントスさんを始末すれば、いけるんで。サントスさんは、そう、停電か。あ、コミサバかこれ。あ、コミサバか。コミサバ好きやな、いいよ。死んでる。いや、これ直近です、あのね、直近です。あ、はい、犯人見たんだけど、はい、これ明らかに、はい、モーフィングじゃない？誰ですか？川健さんですね。川健さん違います。僕最初の方です。はい。川健さんの姿を見たってことですか？うん、そうですそうです。どこですか？それは。今ここはシャワー室かな？シャワー室、うん。シャワーのどの辺ですか？シャワー室じゃない、あのシャワーのタスクがあるところ。あ、除染ですね。メインか。メインの。そう出たところです。サントスさんでしたっけ？んどっちですか、死体はどっち？ゼルクさん、ゼルクさん、ゼルクさん、そう、ね、うん、奈落さんがバイタル見てることは間違いないです。はい、クレピーさんと一緒に見てました、うん、で、マジでどっちも直近です。2秒前とかです。2秒前か。おあ、ゼルクさんむしろ僕生きてるのも見てます、そもそも。ですれ違ったのが川健さんっていう話ですか？そうですね、僕、うん、あの女性のところの配線をやってたんですよ。で、うん、後ろでゼルクさんが見てるって形だったんですね、うんうん、で終わって動いて、うん、ゼルクさんもじゃあ多分僕のこと疑ってたのかな、うん、でちょっと距離を取ったら2分になってたんで、はい、何秒以内の、何秒以内の出来事ですか？何秒以内？あ、もう即ですよ。おお、あ、じゃあもうその2秒以内でしょ。あれ、ゼルクさんを見て配線やろうって思ってやって終わったら死んでたみたいな。あ、いや、むしろあの終わって生きてるゼルクさんも見てます、うん、で目の前で死んでます。ええー、
で、それを川健さんがやってたわからない。うん、だけど、さすがにこれなくないって思ってるんですよね。まあ露骨すぎる、うん、目の前だけどみたいな。あれで、本物の川健さんはどこにいたんでしたっけ。武器庫ですね、はい、通信室の方で直してるのを見た後に武器庫でやってました、はい、あ、それを誰かは見てます。そうそうそう、コウさん、サントスさん、コーリンさんがいたかな、うん、え、サントスさんおったの。佐藤さんいました。ただエンジンルームの方に行きました、うん、佐藤さんは。じゃあカキさんとハツさんローラーで落ちるんじゃないですか、モーフィングだとしたら。川健さんがその辺に、いやいやいや、僕はあの貨物脇でラウンジの方行ってるんで、僕は誰とも会ってないんですよ。俺は最後ミーティングにいます。貨物脇ラウンジは全然容疑者1ではあると思う、うん、いや投票少なすぎるよ。やばい、みんな投票入れないでしょ、ちゃんと。ごめん、僕が投票をやめてます。やめてます、やめてます。いや、入れよ、入れよ、せめてスキップ入れよ。はい、エンジンから米沢を直しに行ったんですけど、で、コウさんが先に直してて、で、それで引き返したら死んでました、エンジンで。エンジンで、はい、あ、僕もカキさん見ました、最後。あの、カキさんのペットを見ました。僕も最後、カキさんと多分すれ違ってますね。そう、確か、川健さんとかなでさんが上行ったんかな。はい、行きました。僕ひたすらついていきました、うん、僕あの川健さんに殺されるかと思ってずっと逃げてるつもりです。殺意はありましたけど全然インポスターじゃないです。だからコーリンちゃんとハツさんはどちらにいますか。僕は最後アーカイブにいます。アーカイブ、コーリン、エレクトリカル、エレクトリカル、うわ2人とも浮いてるんか。あなでくんがなんか、うん、あのシューってなんかやるところは、あの、うん、エレクトリカル2回ぐらいやった、うん、さっきのクレピーさんの話で僕とカキさんで知ってるんじゃないですかって言って、うん、僕が今あのアーカイブに入れる状態なんで、うん、カキさんの方が、まあ、カキさん黒いのかなと思うんですけど。いやでもコミサボなってたじゃないですか。でコミサボみんなが直しに行くのにもうわざわざ死人情報が僕あのかなでさんと川健さんとすれ違ってからそのコウさんの後ろにいるんで、なんかこの状況で僕がキルするメリットもないと思うんで、みんなから見られてるのに。あのコミュニケーションって直したのってカキさんじゃないんですか。え、コウさんじゃないの。いや僕やってたんだけど、いや一瞬で直った。ああそれね、あの最初から直る場所に線が行ってると開いただけで直る。あ、そうなんだ。あ、そうそうなんだ。なるほど。だから僕目線は、まあ、ハツさんかコーリンじゃないけど、でもさっきの情報から言うとハツさんなのかなっていう。ハツさんつっとけば絶対に一郎落ちるんじゃないかと思うんだけど。でも他のアーカイブ今いるんで、うん、今の容疑者には入らなくない。いやでもその情報を言って主張してるのはハツさんだけだから、まあ、確かに今回も見られてないし前回も見られてないんで何とも言えないんですけど、うん、はい、ただ状況的には僕は入れました、ハツさん。見られてないわけですから、うん、これは投票しないな。誰かからも白がこれはさすがに投票しないと。あ、そうか、俺か。ああ、じゃあちょっとあのお願いします、いろいろ整理して。はい、ボタン押してください。勝っちゃった。勝っちゃったよ、普通に勝っちゃった。もうあとは俺に任せてくれ、コーリンちゃん。コーリンちゃん俺に任せてくれ。逃げられた。まあいいや、ここで待ってれば勝ちやでな。うん、コーリちゃん頑張ってくれ。コーリちゃん頑張れ。
よっしゃー、よっしゃー、ナイスー、インポスター全勝、マジか、インポスター全勝、だから直していこうと思ったけど、ダメでしたね。やったー、リンちゃんナイスー、イエーイ、ありがとうございます。いや、カキさん、殺意マシマシすぎて、マジ怖い。いや、でも、ほんと、あのね、ナツナさんとサントスさんを最初にキルしようと思って、で、そしたら、そう、あ、リンちゃんがサントスさんキルしてくれとったから、本当にガチで、ガチに来てるぞ。あの、ガチでガチに来てる。さんが多分、あの、見間違えて、あの、モーフィングってきて、あ、そうなんすよ、あれ、俺が切ったんすよ、コウさん。違うんだ、ナツナが来てるのに、そう、緑だったからさ、緑だった、緑だった、緑見間違えてきて、そういうこと。あ、なるほど、なるほど、申し訳ない、ですらいなかったんだ。そうなんですね。でも結果俺が怪しい位置になったんで。クレピーさんごめん。